ピンチがピンチがチャンス !JJ チャンネルですおみそがですねどうでしたかもう大変でしたか今年一年来年は何か良い,いことあったらいいのにねまあとにもかくにも今年はですね、JJ チャンネルを応援していただいて本当にありがとうございました また来年もですねぜひ皆さん方よろしくお願いしたいなというふうに思ってですね今日は特別版を大晦日バージョンとしてあげているということですよろしくお願いいたしますまあ、今日はですねゆっくりまあ、時間を気にせずにですね上げていきたいなと思いますけどもまあ、今年1年を振り返るということとまあ、来年の予測そして まあ ufo であったり宇宙人であったり ai であったり人工意識であったり2025年問題であったりまあ、いろんなことをちょこちょこっとつまみながらねお話をしていきたいなというふうに思いますそして来年ですねやっぱりこういった高齢化社会も進んでいきますね段階の世代800万人がなんと2025年問題 ねえこれ昭和100年問題とも言われてますけどもなんと75歳以上になって全人口の2割が75歳以上になるということでえらい時代に突入するということで、ね、え僕らもう本まにもうちょっと考えなあかんねえこれいろんなこと考えていかなあかんねという時代に入っていきますよね。 ということで、まあ今日はそういうことも含めてね、いろんなものをですね、浅く広く、まあ年末スペシャルということで、お晦日スペシャルということで、皆さんにお届けしたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いくださいということです。まずですね、この JJ チャンネルで扱ってきた事件の中で、やっぱり今年一番忘れられない事件っていうのは、安倍さんの銃撃事件です。7月の8日でしたかね。 びっくりしました僕官房長にいましたよそしたら第一報が入ってきましたそして、嘘やろということでねもう動画その日のうちに3本上げて安倍さんの事件を追ってですねもう本当に何日目かで真相、この事件って何冊やとそして、これアメリカのカルト球団絡んでるでと。 で山上はそこのいわゆる宗教の信者やったでと手先になってるでと彼はマインドコントロールされてるでとそしてあの銃弾自体は、ね、絶対第3弾があるでというようなことでもう動画ちゃっちゃっとまとめてもうね柔軟も上げましたけども非常に恐ろしい真相に迫った動画を上げてますよねこれまた見てくださいね。でこの動画もです、ね、来年1月の17日に山上自体が いわゆる起訴されるんでそしたらまたその起訴状の内容なんかもいろんなことで公開されていくんですけどもこれねこの起訴状次第によっては奈良県警であったり奈良の検察ねこれ戦後最大のいわゆるトラブルに巻き込まれることになる可能性ありますよ。 というのはですねこれもう民間レベルでね僕もだそうですけど僕もだいぶ調べましたけどねもっともっとですね本当のいわゆるこんなもうチャランポラなジャーナリストのねこのま似事してるようなやつではなくてですね本物のジャーナリストいろんなところにネットワーク持ってるねジャーナリストの人たちがいろんな研究機関に出してあの山上の銃弾はあの安倍さんのいわゆる検視結果のような傷を負わすことができるのかと。 でこの映像から音山上の音とこの襟がぴょっと揺れるじゃないですかああいうものを全部検証したらですねそういった物理学者がですねもう言ってるんですよありえないと山上のあの玉ではあんなことはありえないっていうことはもう結論出てるんですよ。ね つまり第3弾があったとねいうことでもう結論が出てるんですね、なのでこれね、あの文化人の文化人放送局の山口さん、あの人、立派なジャーナリストでしょ、僕も尊敬してるジャーナリストの一人ですけどね、あの人が、もうあの知見にね、あのー、言うてますよね、今度の起訴状が中身へんとこやったら、あのー、議員バッジのことを言うでーって言うてますね、これ、議員バッジとなんか秘密があるみたいです、あの映像の中でね。 だからこれ来年、あのこの山口さんの話もそうですけども、この JJ チャンネルでもう一回、安倍さんの事件起、ね、起訴をどうなっていくのかね、ねちょっと追っていきたいなと思っているのが、この安倍さんの事件。そしたら、大倉美咲ちゃんと南朝芽さんのねあの霊能捜査会議ですけども、まあ,あの本格的にあの僕もね自分自身がね霊能者の方に依頼をして、 ある大きな事件ですこれ何億っていう詐欺事件の犯人を霊能者からここにいてるいうことでそこにいてバシー捕まえて警察署へ僕はもう提出してる本人やからね僕は体現してるからねそれでこの霊能捜査会議にもそういうことがあるやろうということで、えー、視聴者の方からいろんな霊能スピリチュアルのこう犯人どうやこうやもらってますけども実際のことちょっと言うときますねいろんないただいてますけどもあの言えないこともたくさんあるんですよというのはね 名前実名でいろんな人頂い,いてますこの人あの団体のこの人やとかこの人がこうやとかねでいろんな証拠みたいなものにつながるようなものも頂い,いてますであのー、これねあのー、僕も自分では判断できない内容が多いんですよでもあのー、実際にそういうものも公開してねこいつが犯人ちゃうかと名出しでね あのー、やる場面が来たらやってもええかなと思ってるんですけども今はちょっとそういう情報実際来てます特にあの美咲ちゃんの事件はもう3年前の事件やからねあのー、たくさん情報いただいてるあの連合捜査じゃなくてこれ G2 捜査の方ですわ。 でまあそういうことも公開していきたいなというふうに思いますちょっとただ、ね、みなみ、朝芽さんの件に関してはもう橋本京明さんがね、南なみさんの例とそのものと,ともう会話してますからね、本人と会話してますから、これ、本人と会話して、本人が車に、ね、乗ったとで、自分で靴置いてへんと、川にも自分で入ってへんって本人が言うてるわけやから、ねこれ、信じようよ、例の捜査やからね。 そうしたらもう間違いないやんかあの靴が置かれた時間ね9時から10時の間でしょ朝のねだその時間にボランティアとか捜査区体に紛れ込んでたやつがファッと靴を捨てたとしか言い,いようなんやんだからあの中に犯人おるんよというのが今のこの例の捜査会議での僕の考え方ですで皆さんからもですねいろんなねこの、えー、声が聞こえるとかここはどうやとかいろんないた頂いてますけども 一旦キュッとまとめてね、また皆さん方にボードを作ってこんな風にに例のね、いわゆる捜索あのされてますよというのを報告したいなというふうに思います、えー、そしてですね、長野県議員この事件もほんまに何ちゅう事件やねんというねこの丸山議員の、ね、妻殺しの事件ですねこいつね。 まあ初めへんてこなね僕ちょっと考察しましたけれども冤罪があるでって言いましたけども今も冤罪の可能性は0.0何パーセント残ってますよ本人の自白がないわけやからねだけども4人も愛人おってはねこの4人が警察にピーチクバチク喋ってるわけですわうち以外にも奥さんもおんの分かってて愛人になってるけどもあんたうち以外にも女用件おるやんかいってピーチクバチク喋ってるわけですわこの愛人がね警察にだからこっちあの丸山自体もやねこっちでピッピッピー言うた足でピッピッピー言ったことが全部バレとるわけですわ ほい、ね、でも車でもうナンバープレート負けて暴走族であるまい暴走族かのなまねナンバープレート負けてバー行ってやでんで車バンカメラ映ってんねんでああちゃうかなほんで2億円保険かけててその不正法レディとも関係があったっていうねまあこの事件ですけどもまあこれ以上追うことはないと思いますけどもまあちょっとこのキャラこのキャラでねちょっとなかなか珍しい事件やなと思いますよ。で ちょっと恐ろしい事件が起こりましたね。12月のクリスマスの朝にですね、この斉藤淳、ねえ、本当に一家惨殺してしまよったね。で、これも間違いなくですね、これはあの極刑ですわ。もうこんだけやってしまったら極刑ですわ。ただ一つですね、極刑になれへんとしたらね、 あの彼が精神的に、ね、心身蒼弱だったと言うたらね刑法何時やったから3 9時やったから 70, 70やったから80やったら90あの辺の、ね、やつで、あのーね、罪に問いてはいけない減刑するっていうのが決まってるからね、まあ、そこだけですけどもでもあれだけのことをしとってね宮崎でも死刑も実行されてるわけやしね、あのー、これはちょっともう極限やろね。うん でももままああ動機っっっていいううのはもうちょっとしっかり知り知たいよね、まあ、前回の動画で動機声えないかっていうことを言ってますけどもあのしっかりと動機はちょっと知りたいなっていうふうに思いますから分かったらまた皆さんにねあの報告したいなっていうふうに思います。さてまあ、過去の事件ですねこれ以外にもたくさん挙げてますけどもここまでにしておいてさて2023年はどんな年になるのかっていうようなね、えー、こういったお話もしていきたいなっていうふうに思います。 えっと、12月の12日に今年の G っていうのが発表になりましたよね。漢字検定のところからね。それがこの G ですよね。戦い。まさにそうでしたね。戦いですね。まあ、特にこれは老産とウー産の戦いが早い終わるって言われてたのがね、一瞬で終わる言われたんがもう全然終われへんよね。で、来年どうなんねんっていうことですけども、あのー、僕の考察の中ではですね、もうこれはあのー、 あのプーチンさんがいわゆるあれですわもうあの対人に追い込まれるような形になると思うよほんで解決していくんじゃないかなというふうに思いますねこれでもこれが火の,の元になって世界大戦になることだけは避けてほしいよねであのこのね来年ですけどね日本で一体どんな大きなイベントがあるかいうことなんですけどもまあ結構あるのあるんですよ まず、まあ、政治的に言ったらね来年広島で先進国の首脳会議が開かれるということですよねそれと <laughs> スポーツ好きな人はですねあのラグビー盛り上がりましたよねラグビーのワールドカップがフランスでありますからねまたラグビー日本も頑張ったら盛り上がるんじゃないかなっていうのもありますよね、まあ、それ以外僕が一番興味があるのはですねアポロ計画がやっとアポロ18号が出ます。 ね、アポロ17号で終わってましてずっと止まってえ18号で止まったんから17か18で止まっててで、えー、来年、ね、あの月1周しようと人乗せてね月1周しようという計画があるけどこれ面白いですよねこれぜひ僕注目したいなと思います僕結構宇宙のことをねこの間も動画あげましたけど興味があるんですよで今宇宙といえば UFO ですよね でこの、まあ、UFO ですけども今、UFO って言わないですよね、今、アメリカが去年の5月にあのー、アメリカの NASA やったかなが発表しましたよね、そしてアメリカの米軍も発表しましたよね、144件の未確認飛行物体、これは未確認飛行物体ではないと、UAP であると、UAP っていうのは未確認空中現象という意味です。 でもう認めましたねあの、NASA も全部144件出してこれはやっぱりあの脅威を与えるものであるとであのー、実際にもういろんなパイロットであったりとかいろんなものが目撃をして追尾したりしてたということをねついに発表しましたよね。 で日本もですねあの河野太郎やったかなが、去年か一昨年かにね宇宙作戦軍みたいな作ってね国のお金でねちゃんと作って宇宙作戦軍作ってそういった海外との連携をしてですねあの国防をしていこうと宇宙に対して国防していこうということでねあのもうだいぶ時代が変わりましたよね、今までは UFO いてるのかいてないのか言ったんやけども,もうこの時代終わりましたよね、UFO はいてると、ね、間違いなくいてると。 UFO というか今 UAP っていう、ね、言葉に変わってきてるけどもねでそれが実態は捕まえてないとそれが宇宙人に乗ってるかどうかというところまではいってないですけども、ね、日本でも福島にですね研究所ができました、えー、この福島にできた研究所ねちょっとあのー、トップがですねええー、って言う人やけどねあの月刊誌「ムー」の三上編集長がトップですけどでもちゃんと C がお金出してちゃんとそれ運営するね。 UFO とか宇宙人の研究者が福島にできたりしてますよねなのでこれから時代も新しい時代に変わってねそういうものがどん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 明らかになっていくんじゃないかなということで結構僕はワクワクしているということですね。そしてあとまあそうですね僕がちょっと興味あるのは人工知能の動画っていうのは前回あげましたけどもこの人工知能ではなくって人工意識っていうのがいよいよ本格的に 世の中にに出ててくるというふうふ言われてますすででこれですねまあ人工知能があってもねやっぱり人工知能やから感情ないやんかとかねいろんな意識人間の持ってるものはないやんかなんていうう言われたけどもこの意識っててていうのが人工的にも開発されてきてるんですよでこの人工意識だけではなくてですねもう一つすごいのはなんと人間がねコンピューターは作れることがあってもですね 命は作ることできなかったじゃないですか人間っていうの。ね。いくらあの人形を作ってもその人形にね、あの命は芽生えないものも食べないじゃないですか命がないわけやから。これがところがですね生命を作る研究っていうのがほぼほぼもう出来かかってるんです。あるゲノムあるゲノムをあるその細胞に注入して 薄、ね、ることによってこれは生命体とととししてて活動し始めるということがほぼ分かってきたあれやろねあの遺伝子工学とかそっちの方からもう何十年経った技術のもうほんま究極の形やわねそしてその,そのあるゲノムというものを細胞に入れて生命として動き出したところにただ生命体として動いてるアメーバーみたいなものではなくてそこに人工意識を注入することができるとこうなってるわけですよ。 どういうういいこと思うこれ恐ろしいね。人工知能だけでもねもうシンギュラティーとか言われてる得意点って言われてるじゃないですか人間の知能を抜く瞬間が2045年に来るとか言われてるけどねまあこれは能学者の中ではそれはありえへんとも言ってるんだけどコンピューターの計算上ではそこへ行くよって言われてるんですけどもちょっとこれ考えてみてくださいよ。今のののコンピュータータととかかこの物質とかそういういもの これに人工知能が今ついてきてきですねコンピューターについてきてそこにですね人工意識なんかついてきたらもう俺らいらんよね。も,うもみんなやるのちゃう、ね、え例えば都市伝説系の YouTuber あなたがしなさいみたいな AI に命令したら AI はバーっというふうにですね都市伝説を情報を取ってきてそしてこのねあの形も作って YouTube できるわけやからね。 事件はもう JJ よりももっとええのを作れ言うたらねまた JJ みたいなこんな赤マスクじゃなくて黒マスクみたいなのが出てくるかも分からへんしねもうなんか世の中このもう人工知能だけじゃなくてもう意識まで入ってしまったら感情も出てくるわけやから恐ろしい時代に入ってきたけれどもでもこれがいいよとかそういうものに生かせられるようになってくるねこれもまあ 必要かなほんでまた医療の話になったんであれですけどもやっぱりいろんな技術っていうのはまあ、原爆もそうですけどねいいところと悪いところと両極ありますよね使い方ですよねライター1つとってもそうですよねこれ放火で使うやつもいてますよねでこんなようにですねやっぱりこのこれどん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 今言った話もですね医療に使われるとやっぱりこうあの先端技術ということであのー、とてもいい方向に行くと思うんですね。 というのはこの2025年,、ね、20年問題って何かっていっぱい言われてるんですけど一つはですね段階の世代800万人いてるんですよ段階の世代って言われたね働く親父の段階の世代ですよこれがみんな7 5歳以上になって高齢者になるんですよ。日本の人口が1億2,000何万人いてる中で2800万人ぐらいおるのかな全部足したらほんならもう2割。 ね、2割ぐらい、2割以上なのかな、がもうおじいちゃんになってまんこんな大学。で、こういう中でね、で来年の問題、言われてるのはあれで、食料不足、言われてるし、物価も上がってる、そしてエネルギー、ね、これ、ロシアとウーサの戦争を長引いてエネルギー問題、ね、でアメリカの、あれですよ、あの話、あっち行ったらこっち行ってごめんねで、お金の話だから、やっておきますけど、アメリカってあれよ、時給、今5000円やで、時給。 どうも時給がそ8が間あんたで、四万円日本時給いくらよ。ねで、日本だけが物価が上がらないね。で、日本はどん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 デフレやと。ねで、給料も上がらへんと。そういう中で物価がどん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 上がっていくと。そして高齢化は進んでいくと。そして、もう言われてますよね。もう GDP もどん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 世界の国に抜かれていってね。どないなんだろうね。 まあそういうような不安僕も年代的に不安がありますよね将来どうなるのかなっていうことですよねでお金稼ぐ思ったって稼ぐ手段はないしねどうしますこれからねやっぱり若い時にもっと蓄えとったらよかったねいろいろほんまにあの時あんなふうに金使わへんかったらよかったらいいなとかねいっぱい思いますけどでもまあそれはそれでねまあ人生の肥やしになってるんやけれどもねであとですね言えるのは2025年っていうのは えー、昭和100年問題というのがあります昭昭和和にに換算したら昭和100年になるんですよそうしたらですねなんかコンピューターとかそういうものが昔2000年問題で0000になってね2000年になったら1999年がポーンとカウントが上がったらコンピューターが止まるっていうふうに言われたことがあったじゃないですかあれと同じように昭和100年問題というのがやっぱりゼロカウントであるっていうふうにも言われてるんですよ。 あとですねなん向こう見たかってちょっと怖いんですけど何か音したんですよ誰かの気配感じたんですよもうやめてこれ夜中やからねえー、そしたら最後にですねちょっとこの話もししおこうかな2025年といえば言われてるのが人類滅亡、ね、説ですよねこれもでですね僕は動画で 説明したようにですねあのパパ漫画であったりこのおばあちゃんのねパパ漫画であったりあとそうですね有名なところで言うとあのジョセフさんねこのジョセフさんであったりとかねそれとかあの漫画家のりょうさん。 なんかがもういろんなことが起こるでと2025年やばいでっていうふうにね言ってますやんかで特にですね2025年ねもうみんなこれもう大きな当ててるわけですよ、えー、例えばテロアメリカのね911も当ててるし日本のね311も当ててるしねもういろんなもの的中させてる人がみんな同じ時期2025年言ってるんですよ。 ね、だから来年はねちょっとねこういった形の中であの事件だけじゃなくてねこういった UFO 問題これも UFO 問題ですね UFO 問題であったり、ね、そしてこんなあの食料問題であったりねいろんなこういう僕らと密着していくようなこと、ね、そしてまあミステリーオカルトも、ね、もちろんどんどんやっていきたいなっていうふうに思いますだから来年はねあの動画の作り方もだんだん覚えてきたんですよ なのでできるだけね皆さん方からこんな動画上げてやとかこんな事件扱ってやとかねいうようなことをそしてまあ目指せ1万人ということで来年の目標は来年の春ね来年の4月5月ぐらいにはなんとかねまあできたら来年の6月今年の6月から youtube ねこの含めマスターとして始めましたからね1年後にはなんとか1万人行きたいなと思います。1万人行ったらやりたいこといっぱいありますあのライブであったりとかねあとあのなんとか会員 メンバーシップして好き放題バーン喋るやつね広告なんか無視してバーン喋るような動画もあげたいしまたあの皆さん方と一緒にですねバーベキューパーティーとかねそんなもやってみたいなとかねまあいろいろ考えてますよ、まあ とにかくあの動画を作ってねまあ皆さん方から評価頂い,いてね「JJ おも面白かったで」とか「面白くないで」とかね「いやもう JJ の声がもう見かけかへんかったらもうちょっと寂しいわ」とそんな嬉しい声もあるんよね実際ね、まあ、そんなことに励ましながらねこのチャンネルをどんどん進めていってるということなんですけどねえなんとかね来年ほんま頑張ってね皆さん方に「おおよジェよ頑張ってるな」って言われるぐらい僕も勉強してね いいいいろいろ皆さん方おお伝伝ええでききることとしていきたいなとそしてやっぱりまず新春はですねあのこの取材に行ったね佐くんのロケの情報であったりとかね、まあ、そういうものもあのちょっと今日動画をまとめてね分かりやすく皆さん方に伝えていきたいなとかそして例の捜査会議に関しても新春ね明けてあのすぐぐらいから初めて そしてその中で最終パネルを出して1回皆さんの情報をキゅっと集めてね犯人像とか絞り込んでいけたらいいなとでまたそういうの絞り込んでいけたらですねそれを1つの,あの,このレターにしてねあの大月署とか千葉県警とかいろんなところに送りつけたのかなとのそんなふうに考えてますよ。うん まあやれることはなんかやっていきましょうよ。で、ね、皆さんの1ミリずつのね、力を合わせて、ね、えー、1ミリでもね、もう始めたんやから解決に近づけるように頑張っていきましょう。ただ焦らんとね、ゆっくりやっていきましょう。やっぱりいろんな人にね、迷惑かけたらあかんしね。僕もちょっと反省してるところがあるんですけども、ただ突っ込むとかは突っ込んでやっていきますからね。 ということでね今年どうでした皆さんねもう来年ええ年やからね今年嫌なことがあったらね一旦ケビをつけて水に流すねあかんよ恨みとか持ったら嫌なことは全部水に流して来年進んでいく晴れてよし曇ってよし我ここにありでやっていきましょうピンチがはチャンスですから以上良いお年を JJ チャンネルでした。